もビップですやってきましたビップですよろしくお願いしますビップですがですね本日の動画はですねサムネタイトル見てもらったら分かると思うんですけども小久保選手引いてみたですあれいやあれね小久保選手引けるまで終われませんっていうタイトルでやろうと思ったんですけどさすがにちょっと弦の回があるんでまあ小久保選手引いてみたまあ引けたらいいなでやりたいと思います。はい。でなんで今回僕がこの小久保選手を引こうと思ったのかまあね多分サムネにもなってると思うんですけどもこんな DM が1通来たんですよ。はじめまして小久保直樹と申します。いきなり DM 失礼します。 VIP さんが YouTube 始めた1年目からチャンネル登録させていただいております。自分が小久保博樹の息子なんですがもうここでねえっと思ってえ息子ってあの侍ジャパンの監督もやった小久保選手の息子が俺に DM してるんってまず思ったんですよね。で今ちょうど TS で父が出てるみたいなので使ってみたらやってもらえないでしょうか。いや今ちょうど TS で父が出てるみたいなのでっていうそのパワーワードよね。ダルさんがちょっと自分使ってみたっていうぐらいのパワーワードですよねこれね。で斉藤和美さんとずっと仲がいいので会う時に VIP さんの話もしてましたと。まあ斉藤和美さんとはね、まあ、コラボもさせてもらったりしたんででもしよろしければお願いしますということでですね、まあ、こんな DM をいただいたら救うしかないでしょ、うん、ただね限界はあります。はい。もうね今ね僕ね実はねちょっとね他の選手も狙って360連まで引いたんすよ。それで TS なんと1枚だけです。どう思うこれな TS1 枚やで舐めてるでしょ。 S ランクも多分ね3枚ぐらいいや2枚か3枚や S ランク3枚しか出てないです。もうこの事実皆さん受け止めれますか？僕は受け止めれません。はい。ただ、まあ、この DM が、けどこの DM が来たことによって、別にその無理して弾いてるってわけじゃなくて、まあね、あの動画のネタにもなるし、いや、本当にね、小久保さんの息子さん、ありがとうございます。はい。インスタね、はい。小久保選手の息子さん、インスタやってますんで、よかったらインスタ、フォローしてみてください。僕もね、ちょっとまあ、調べさせてもらって、またガチャ引きながら、喋りましょうか。ということで、追加。はい。まさかこの TS 第5弾追加するとは思ってなかったけど、追加10連目いきましょう。いやこれさもう昨日も最後の動画最後の方にね見したけどねもうこのね S ランク来なさすぎるマジでこれ演出変わってから多分おそらくね S ランク出る確率マジで減ってるこれ多分もうこれもうマジでずっと出てないよこれ本当にこれマジでずっと出てないから皆さん昨日の動画だからなんぼや100なんぼ最後 S ランク出たあれなんぼやもうずっと出てた200連以上 S ランク出てないですこれガチでやばないてかあれやろ小久保選手の息子さん小久保直樹さんは2017年の9月26日のソフトバンク対ロッテの試合で君が代独唱を務めたらしいですね。ねすごい、まあ、歌手のか歌手まあ起業もしてるってねインスタには書いてたんで歌手なんかなどうなんやまあけどあれっすよねもうそんな方から DM をもらえるなんてもう本当にありがたいっすよねマジでうんこうやってね動画にもできてるしはいありがとうございます。ただ S ランク出てないけどねいやこれマジで許されへんほんまにちょこれさ多分これ今ちょっと待って俺今ね8月8日の9時43分なんですけど今このタイミングで S ランガチャ引いてる人 S ランク出てないですよ多分全国の人多分今この時間帯に引いてる人 S ランク出ないてか俺らの追加してから多分 S ランク出た出たいや今俺追加ずっと何て言うかな6時ぐらい夕方の6時から S ランク止まってるんじゃないかなって言おうとしたら出たわ出るんかい出るなよそこはカメラいやーこれカメラ出たら終わったのに小久保選手やったのに多分熱ちょっと待ってクーラー熱いクーラーちゃんはい涌井選手嬉しいえ涌井さん嬉しい涌井選手嬉しいわやっぱりね涌井選手は嬉しいっすよはい見てたしねうん横浜高校はい違う、涌井選手じゃないね小久保選手やね引くのはもう固まんの遅いね確率収束するの遅すぎなだいぶ無知でしばかれてから雨よこれだいぶ無知でしばかれすぎても晴れてますから僕多分はい2枚引きいやー2枚引きあちなみに僕の帽子今日から予約開始ですはい僕の昨日言われるのしょくんですけど概要欄明日の概要欄とかにのしょくんですけど5時半から一応ページはオープンしますただ予約できるのは6時からなんでここ注意してくださいはいページは5時半から開くわあええちょっと待って早いあじゃあもう小久保選手使ってみたらやろうかな一緒にえ早っえもう終わるやんこれ絶対小久保選手やろ間違いえちょっと待ってこれで通常のソフトバンクの直樹さん
直樹さん引けました。え、ちょっと早っ。ちょっと待って、もっと引くの覚悟してた。え、嬉しい。神回やん。え、神回でしょこれ。え、じゃあちょっと、うん、もうちょっと早速育成して使うわ。はい、いや、これ苦渋の選択やな。いや、巨人のね、小久保選手持ってるんすよね。で、まあ、こっちの方が能力は高いんすよ。で、特殊能力も強いんやけど、まあ、今回はもうね、この使ってみたをやると理由だけでもうこれは、はい、継承します。はい、VIP 継承です。巨人純正もやってるのに巨人の小久保選手を捨てます。このソフトバンクの小久保選手はビューうるさいな。うん、使っていきます。あー、まあ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 、まあ、強いね。うん、まあけど関係ないから、国母選手で2番に置いてます。はい、チャンス持ちなんで、ほんまはね、満塁の場面で出したいんやけどね、満塁ついてるから。さあ、ゼロで抑えました。ブリブリピーナッツさん、よろしくお願いします。ちなみにね、明日出る動画マジで見てね。ほんまに明日の動画ね、ちょっとね、まだまあプロスピやけど、プロスピの動画じゃないんですけど、ちょっと明日の動画面白いからマジで見てほしい。サムネもちょっと変な感じやけど多分いや、まあまあまあ、ちょっとね、どんな内容かとは言わんけど、しかもね、まあ、昨日ね、僕がね、動画の途中で発言した内容の伏線も回収してますんで、まあ、楽しみにしておいてください。明日ね。で、明後日が V スピカップの生放送なんで動画はなしです。はい。ちょっと待って、歯取れてんけど。え、最悪。ちょっと待って、歯取れた。待って、もう最悪。歯取れた。待って。えぐえぐえぐ。ちょ、見えへんと思うけど、歯取れた。カリバー。ちょっと待って、やばい。やばい。マジで歯取れた。どうしようこれ。そんなことある。いろいろ起きすぎ、今日の動画やばい。 OK、 よしよし、これチャンス出る。国母選手チャンス持ってるから、もうめっちゃ喋りにくい。やばい、マジで喋るから。今前歯2本ないです。はい、さあ来ました、国母選手。ちょっと前歯2本ないです。今ちょっと待って、歯取れた。ちょっと待って、明日歯つけに行かなあかん。まだどう。よし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 、ちょっと歯つけれんのかなこれ。あかんわ、無理や、再起不可能や。もう病院行かなあかん。またさすが大山。うん、さすが大山選手。切断すな俺は歯切断されてるけどね。なんかもしもしピエロって聞いたことあんな。これまた歯取れる。多分つけたけどまだ取れそう。これもしもしピエロって今調べたらあれやわ、ホテル、ラブホテルの名前やった。うん、でしかもこいつめっちゃ追ってくる。見てな、人間のゴミ。うん、人間のゴミです。はい、こういうやつはカットしちゃいます。うるせえうるせえゴミや。いや、もうマジで国母選手の、国母選手一発で引くし、歯取れるし、頭おかしいやつ対戦相手で来るし、もう今日いろいろありすぎ。マジで抜けろ。あー、まあまあまあ、いやこれそうなんよね、国母選手ね、得の満塁の場面で出したいよね。ホームランは厳しそう。来た。いやー、桜井翔来た。え、マジで。桜井翔、しかもリボン4つ持って、あれ、なんか桜井翔って前もなんか対戦したような気すんねんけど、気のせいかな。え、桜井翔くんプロスピガチでやってるんや。めっちゃリアタイ。あー、オッケーオッケー。俺メルセデスも見える。ホームランは難しいかな、国保選手。代打もありやな、やっぱ。イチローホームラン打たんでいってなあ。イチはホームラン打たんでいいんよ。インコース来い、インコース来い。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。きた。いやー、オッケー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 。なあ、マジオッケーオッケー。いや、打てるんよ。国保選手ってベースからの距離が離れてる気がするんで、なんか気持ち打ちやすいんですよね、打ち方も。一回脇に寄ってますからね。もう脇に寄ってないけど、うん、ルーティンやけどね、あれは国保選手の。さあ、ちょっとね、これそろそろ多分時間的に最後なんで、満塁のチャンス作りたいと思います。はい、なので全部シングルヒット打つ。うまい。いやー、マジか。ちょっと待って、これね、相手の体力ない藤井選手来たんで、ここちょっとチャンスかも。うん、ホームラン出るかもしれん、これマジで。よし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 、いけるいけるいける。高めの縦スライ行こう。これ見える見えるよ、いけるよ。息子見てるよ、国保さん。息子見てる、息子見てます。いやー、今の縦スラか、じゃあ今のフォースラか。意外とむずいよな。はいはいはい、フォアボールやめてよ、そういうオチいらんで。どうもー。